なものが滑る世界なんぞなくなってしまえ。消え去れ。我は放つ光の白刃バーストフレア。いきなり何をするか。それはこっちのセリフよ。あんな飛び道具出してくるなんて。何が匿名希望だ。怪しげなお面をつけただけで正体がバレバレじゃねえか。よくも我が理想を体現するサンプル殿を。ご心配には及ばなくってよ。その通りですボイムス様。ぬぬ、おお、二人とも無事であったか。いきなりやってくれたわね、リナインバースと他一名。なかなかの攻撃でしたぞ黒魔術師殿と、ちっちゃい人。他一名。ちっちゃい人。ご心配なく、まずはこれをご覧ください。何？ムーンウォーク。できてねさすがはキースさん、動きのキレが違うわ。あれこそがまさしく世の理想とするムーンブ。何なのあれ。俺の世界にいる変態執事だ。あんたの世界の執事ってみんなあーなの。言わんでくれ。それよりもう一人はあんたの知り合いか。何者なんだ。いや、ああ、何者って言われると困るけど、バーストロンド。ナーガ殿。いきなり何するのよリナ。今の直撃だったよな。平気なのか。あちこち焦げてはいるみたいだけど。うん、つまりあれはああいうもんなのよ。なるほどね。それよりもあんたんとこの変態執事も巻き込むように呪文ぶっ放したんだけど、なんで平気な顔して立ってられんのかしら。焦げてさえいないんだけど。 あれもああいうもんなんだと思ってくれ。あ、なるほどね。うん、うん、素晴らしい素晴らしい。さすがは我が理想。とにかくそこのポイモノよく聞きなさい。この二人をサンプルにした住人を世界にはびこらせようなんて、天が許してもこのリナインバースが許すもんですか。同感だぜ。そんな世界はこの俺の手で叩き潰してやるぜポイモノ。ふむふ、そこまで言うのであればこれ以上は手加減をせぬ。者どもかかれ。あは、ボイム様。うわ、また同じような顔したのがいっぱい出てきたわね。まずはナーガ殿とキース殿を守るのだ。面白い。守れるかどうかやってみやがれ。我は呼ぶ破裂の姉妹。何？ボイム様はお二人を守るようにお命じになりましたので。こいつらにまで魔術が通じないってのか。ラムプラス。ボイム様の命令は絶対でございます。こいつら城の壁や絨毯と一緒。何か小鳥のさえずりが聞こえたようだけど、気のせいかしら。いえ、ナーガ殿、間違いではありませんよ。あれはまさしくアルゼンチン単語。さあ、お手をどうぞ。チャールストンワルツでも踊りましょう。いいステップね。踊って差し上げてもよろしくってよ。クイックスロースロー、クイッククイックスロースロー、はい、ターン。要は全能の神であると言ったであろう。お前たちはその絶対者に逆らう絶対無力者に過ぎんということだ。ここまで私の呪文が苔にされまくるなんて、魔導士としてのプライドが揺らぐわね。まったくだ、牙の塔の紋章が泣いてるぜ。お前たちの力は一切世の作り出したものには通じぬ。世がそれを望んでいる限りはの。もしかしてヤバい状況かな。かなりね。さあ者どもよ、素直にサンプルになるように可愛がってあげなさい。高い高いとかベロベロバーね。
違うと思うぞ。なにすぐにそんなことも言ってられなくなるのだよすぐにこの世に従うようにな。そこまでです、魔王ボイム。なんだこの声は。そう、世の名前はボイム。魔王、とぼけたところで無駄なこと。あなたが成した無数の悪行、天に輝く太陽が全てお見通しです。おとなしく観念なさいと。おや、あ、また落ちてる。こうまで繰り返し落ちるのは、学習能力がないというよりも自分から落ちたがってるとしか。まったくな。ガウリーに言われるようになったらおしまいだな。ガウリー、ゼロにアメリア、あんたたちもこの世界に召喚されてたの。ああ、どうやらそのようだな。よう、リナ、何やってんだ。オーフェン、オーフェン様。うわ、来やがった、コーギーにボニー。おはよう。ガウ、ドロシーまで来やがった。ああ、皆様ご無事で、ご心配申しておりました。あら、キス。ああ、皆様の身を案じて、今もこうして黒魔術師殿と鉄壁の共同戦線を組んでおりました。チャンストンワルツを踊ってたな。誰だ。 お前らは一体どこからこの城へ入り込んだのだ。胸に燃える正義の炎があれば、無数の障害あろうとも、このアメリアを止めることなどできはしません。あ、復活した。元気ですわね。構わぬ。この世に逆らう者はもろとも取り押さえてしまえ。ついに本性を表しましたね、魔王ボイム。悪に組みする者はこの正義の鉄拳で全て打ち砕くのみです。とりゃー。大丈夫か。鉄拳が砕けるような音でしたわね。気をつけて、こいつらにはあらゆる呪文が通じないみたいなのよ。へえ。感心してる場合じゃねえ。こいつらは愚か、城の壁やカーテンまでもどんな呪文も通じなかったんだ。この者たちの言う通りであるぞ。お前たちの力は一切世の作り出したものには通じぬ。世がそれを望んでいる限りはの。ほう、なるほどな。なるほどなって。ここに来る途中、いくつか扉があったんだけど、どうやっても壊せなかった。確かに、ここにあるものやこいつらに俺たちの呪文は通じないんだろう。でも例えば、そこらにある椅子やなんかでぶん殴ったらどうなるんだ。意外にもろかったわね。なるほど。なるほどって。アメリア、涙を拭うんだ。ゼルガデスさん。そしてこれにお前の正義の魂を込めて、あいつらをぶん殴ってこい。これは落ちていたレンガ。はい、行ってきます。待て、これを俺だと思ってレンガもう一つ持っていけ。ありがとうございます。おのれ、さっきの恨み、とりゃー。ええ、ゼルガディス、お前は行かないのか。レンガで戦うのは俺のスタイルじゃないから。俺は行ってくるぜ。おーい、アメリア、俺も混ぜてくれ。ちょっとだけですよ。やれやれ、魔術の一切効かない相手がこれかよ。納得がいこう。納得がいこうと行くまいと関係ないから。あ、何やら凶暴な動物にわしづかみにされてる、恐怖はならん。ところでよ、さっきから気にかかってたんだが。あ、オーフェンも。あ、何がであるか。お前が想像したものには俺たちの魔術の類は一切効果がないんだったよな。ああ、うん。我は放つ光の白刃。うっせー。何をする。あれ、フレアさん。うっせー。再度何をする。やっぱし。何が。この世界が全部お前の創造物で、それを傷つけることができないのだとしてもだ、それに含まれない自然物があるわけだよな。あら、私たちなんかよりはるかに深遠なる理解力を持っているはずなのに、まだわからないのかちら。そんなはずがなかろう。
世にお前らの力が通じるなどと、そのような不可解だというか不愉快な、世はこの世界の創造主にして絶対者、世こそは神。ぽいもの？ちげーじゃあぽいっぽくなくなったっぽいもの？ややこしく言ったところで違う。ということは、あ、確かぼいぽいもの？歩み寄りかけて遠くに行くな。そういうのが一番腹が立つ。光の白人ブギャー。誰の腹が立ってるってなあ、ぽいもの。いや、ぽい。あ、はい。いい返事。俺たち帰りたいんだけどよ。世としてはちょっと反抗心見せたりしたお前たちが世の偉大さを思い知って神妙にサンプルになってくれたりするのがその、いいかなって。そうしてやりたかったな、本当に。まあまあオーフェン、そんなに無理強いしちゃダメよ。ぽいものにだって選ぶ権利はあるはずよ。私たちを返すか、ここでもっと焦げるか。それって二者択一なんでしょうか。削られるか薄く。いや、もうちょっとお医者様の手に負えそうな範囲の選択肢を希望しておるのだが。うん、他にも選択肢はいっぱいあるわよ。剥がされるとか、砕かれるとか、すりおろされるとか。さあ、好きなの選んでいいんだぜ。あ、とちめすぎたっぽいかな。貴様ら、それで本当に世に勝ったつもりであるか。な、まだ大丈夫っぽいな。お前たち、たかだかサンプルの分際でよくもまあここまで世のことをコケにしてくれたものだな。あのね、そういう偉そうな口を聞ける状況だと思ってんの？要はお前たちをこの世界の住人のサンプルとして呼び寄せたのである。そして要は究極のサンプルを手に入れていたのであった。究極のって、あの延々とワルツを踊っていたやつらのことか。ああいうのを当てにするようになったら人間おしまいよ。当てにしなくてもジエンドだけどな。そしてそのサンプルをもとに世は究極の住人を完成させていたのだ。高貴で力強く、知性にあふれ、美しく、成長し、衰えず、そして無論のこと世に服従する。おい、後悔しようとも申せ。まさしく究極住人、神の創造するアートの最高峰となろう。来たね、究極住人ギガよ。これは一体何が起きるんだ。わからない。いや、なんとなくわかるような気がするけど、わかりたくない。確かにそんな気分だな。どういうこと？ギガって多分考えてることは一緒だと思うが、みんな逃げろ、城が崩れるぞ。みんな早く、何なんですか。急ぐんだ。みんな無事？一応な。オーフェン様、お怪我はありませんか？なんとかな。